チロ実験つまめる水、はい、こちらをね、まあ暇だから。さっき見たらなんか割となんか準備に時間がかかって、まずこれ30分間待つとか書いてるんですよ。30分間待つとかさ、今23時まあ十何分だとして超ギリギリなんですよ。大丈夫かね。めっちゃ時間かかるんですよ。待ちます。大丈夫かしら。これ500円ぐらいです。残り49分。おお、いけるか、いけるか。しかも何にも用意してなくて、用意するもの、空のボール、水道水を入れたボール、ビニールシートまたは新聞紙。もうめんどくさい、めんどくさいからもうバシバシスピードでいきます。今からねつまめる水を作りますぜ。はい、ぬるまるの、まずは準備をします。準備をします。まずはこのつまめる水の素をね入れていくんですけども、まずはですね、つまめる水、この粉を入れます。水をレンゲに注ぐ。もうレンゲなんてものは、すごい、本当にすごい。レンゲが机の上にある。これ本当に用意してないやつ。私の机の上にね、なんかペットボトルだったりゴミだったりが散乱してるんですけど、今ね、本当にあった、びっくりした。すごい、本当にすごい。私でもこんな使ってないレンゲなんであるんだろう。ほら、いいや、ボールがない、ボールがないんですよね。どうしようかな、もうペットボトルにそのまま入れちゃダメなのかなって思ったりしてるんですけども、あ、本当に用意してないんですよ。すごくない？本当にこれ用意してない。これマジの偶然、違うの、ガチ偶然なんですよ。すごくないですか、びっくりするんですけど、めっちゃすごい。めんどくさいね。ボールがないんでどうしようかな。このねマスクの袋がね、ちょうど空の袋があるんで、この中に水を入れていきます。よし。水をレンゲに注ぐ。おお、結構めんどくさい。やっぱボールいるな。すいません、ちょっとボールだけ持ってきます。よいしょ。知り続けてるのかふっと疑問に思って、さあそうこうしているうちにね、その時間がなくなっていくのですよ。はい、まずは水をレンゲに注ぎます。ボボボーン、リリリリリー、はい、注ぎました。そして怖い、これこぼれそうで怖い。そしてレンゲを B 水の入ったボールに行く瞬間、 B 水の入れたボールに沈める。水、ボールに水をまず入れなきゃいけないのね。なるほど。で、どういうこと？どういうこと？レンゲをなんか、私見るとこ間違えてた。間違えた。すいません、もう一回やり直します。もうやだ、やりたくない、めんどくさくなってきちゃった。夏休みを思い出しますね。
すいません、あの準備その1がありました。準備その1、ぬるま湯に空ぬるま湯に 250ml を空のペットボトルに、まあまあまあ250も入ってないけどそれなりに入ってます。アルギン酸ナトリウムを ぬるま湯が入ったペットボトルの中に全部入れる。アルギン酸ナトリウム、これかな、こっちかな。おいおい、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸ナトリウムって書いてないけど、乳酸ナトリウムって書いてるけど、ん？ん？アルギン酸水、これでいいのか。あ、これだ、これがアルギン酸ナトリウムです。よいしょ。お、水の、の中に入れます。シャラップ、へへへ、粉だ粉、粉だ。はい、入れました。で、ペットボトルを閉めて、これね 250ml も入ってないんだけど、で10分間上下に振る。これもうダメだ、間に合わんね。いやいや、本当にそんな、もう10分間振るって、そんなことします？はぁ、ふざけんじゃねえよ。うん、これはね、まあ、あのできなかったら明日の朝ね、あの続きで見せるんで。10分間しんどくないですか？どうします？何の話でもします？10分間。あのメールね、今日実は1通しか送れてないんですけど、なぜかっていうと、あの Wi-Fi じゃなくて、あの通信制限がなんと来まして、であとまあ1日ぐらいだし買うのもなって思って、 Wi-Fi がね、あのうちだと自宅だと繋がってるんですけど、外だとねなかなか繋がれなくて、メールが送れなくてですね、ちょっと家に着いたのが10時ぐらいだったんで、メールがね送ることができず、ね、あれなんですよ。ちょっとラベルだけ剥がしておこう。これちなみにね、あの水道水入れてます。中は余白じゃなくて。そうなんですよ。でもね、もうちょっとしたらあれやから戻るのでまあ明日は Wi-Fi がある時にメールを送信して。なんで小刻み入れてる、手が動いたら勝手に動くんですね。なんかね、若干固まってきてる気がする。わかんないけど、なんかブツブツしてる。あ、で、まあまあそんなことはどうでもよくて、あのメールをね送ったんですけど、そのメールを、あのそのメールの内容がお洋服をなんか教えてくださいみたいな。10分間経ったら教えてください。そう、黒系のお洋服を教えてください。なんかこう私に似合いそうなワンピースとかをね、紹介してくださいって言って、なんか皆さん結構ツイッターとかでね上げてくださってて、確認したんですけど、自分のタグですごいねセンスのいい方が多いなと思って、なんか私ね、なんかこう男性の方が多いから、もちろん女性の方もいらっしゃるんですけどね、なんか変な服紹介されたらどうしようと思ったんですけど、で割と皆さんね、なんかネタに走るか、それか普通になんか可愛い、私がねもともとセンスないのあるから、他人が選んだ服って全部センスよく見えちゃうんですけど、全部おしゃれな服があって、ね、すごい参考になりました。その中でもね、なんかすごい、あ、これ好きって思った感じの服がありましてね、なんか知らないブランドだったからね、ありがたかったとか、調べてみようと思いました。まあちょっとお洋服は置いといて、まあご協力ありがとうございましたっていう感じでございます。ネタに走ったメールを返信してしまって、いやいいですよ、まあね、確かにね、私がファンだとしてもね、なんか結構大変だと思うんですよね。いやちょっとね、あのお洋服をね探してましてね、一応握手会用にね ZOZO タウンでね買ったんですよ。そこに置いてあるんですけど、今日届きまして、それもね、あのまあワンピースとブラウスを買ったんで、また見せようかなと思います。
何作ってるの。なんかね、つまめる水。今ね10分間これをね振り続けなきゃいけないっていうね、シャカシャカしなきゃダメなんですよ。そう、私ゾゾ大好き、うん、ゾゾってます。すごいね、左エクササイズ。でも運動音痴だしね、しかも私の今日のおいしょ運動音痴だしね。なんだろうな、なんか質量を帯びてきてる気がする。普通の水じゃなくなってる感じがする。なんだろう、なんだろうな、ちょっと匂い嗅いでみたい。なんか化学室に嗅いだ匂い、なんだろうね、これ大丈夫かな、もう私間に合わない気がし、粉が全部溶けたら透明になるまで30分間待つ。もうこの段階で30分待たない。とりあえずこれが透明になるまで、なんかちょっと濁っている感じですね、今の段階では。いやー、これはあれですね、準備の段階、まあ今日は下準備だけということでね、下準備になってきたら明日の朝やります。あと35分ダメですな。何してるの。ペットボトルをね10分間振り続けるっていう科学実験。疲れるね。明日朝ね配信したいんですよ。ちなみにこれキラキラの水が、つまめる水が作れるらしいです。大人の夏休みとは、私がもう18歳なんですよ。夏休み卒業しちゃったんですね。ストレス発散、バーティーだね。あ、朝配信7時からやります。水の続きやります。まあまあそれまでにちょっとなんかお話でもしましょうか。今日はね、まあレッスンでした。お前髪が、お前がリスンでした。あのね、あの今日はね、のんちゃんさんがねきびだんごくれた、うん、きびだんごね、あとメールで自撮りと一緒に送りたいと思います。わからなくなる平坦で楽の道とかあるだろう。あ、せやじゃんけん大会ユニット決まりました。じゃんけん大会のユニット、私じゃんけん大会はですね、山本 NAB48 山本美香菜ちゃんと2人で出ます。あそれでですね、2人のユニット名はパネーです。本当はね、なんか沖山本半端ないってにしようとしたんだけどね、なんかちょっとそれは時代にタイムリーすぎるということでやめてパナイにしました、パネーにしました。理由は、仲の良さが半端ないからパネーです。あ、ぜひね頑張るのでよろしくお願いします。ミカニャの桃目でした。私もねメールで送ったんですけどね、これがね粉がもう溶けてるはずなんだけどな。正直もうめんどくささマックス。はい、山本ミカニャさんと一緒に出ます。
沖さん中心は関さんで、やばい想像してた。あー中心は関さんか、私が嫌だな、私怖い、ピュアだから怖い、その二人やだやだ。はい、山本みかなちゃんと普段どんな会話、みかにゃんと、みかにゃん、本当にしょうもない話しかしてない。なんか最近はもうなんかお互い忙しくて、あんまり、まあ毎日時間は遅いんですけど連絡は取ってて、最近はじゃんけん大会のユニット名の話しかしてなくて、ちょっと前まではなんかフルグラ、今日のご飯フルグラみたいな、そうなんだみたいな話をずっとやってました。左利きじゃないです、交互にやってます、腕が疲れるんで。デーモン沖で、なんでメールでこの間ね、どうもデーモン沖ですって言ってね、お前を老人形にしてやろうかって言ったら検閲引っかかっちゃったちょっとそれはダメだった、なんでデーモン沖ですだけにしちゃった。老人形にしてやろうか。10分経った、よし、あとはこれが透明になるまで30分待ちます。はい、もう終了しちゃったよ、終了しちゃったよ。もう一個準備をしとかないといけないんですけど、これは乳酸カルシウムをさっきと同じ感じで水に入れて1分以上振るだけなんですよ。だからもう全然後からでもできるんですよね。まあ今日は下準備だけということで、あと30分か、微妙いね。作れる、頑張れば、頑張ればいけるか、頑張ってみようか。ダメか、すごいね、質量を持ってる。見えないんですよ、そこが。見えるわ、なんか濁ってません？これ透明になるまで待ちます。はい、じゃあもう一個ね、もう一個どうしようかな、水がなくてですね、あ、いろはすのメロンソーダがあるからそれに入れよう。これっちに、もう一個の方に、今度はもう一個の乳酸カルシウムを入れます。メロンの匂いがする。シャラーララ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 。水じゃないけど大丈夫ですかね。まあ透明だから大丈夫か。本当はね250ml入れなきゃダメなんだけど、ちょっとね残りがこんだけしかなかったので、これを1分以上振ります。多分大丈夫だと思うんだ。ダメなのかな、つまめる水を作りたいよ。飲みませんよ、つまめる水だから、つまむだけ。もう慣れたもんですよ、バーテンダー慣れるかもしれない。1分です、でも今回はすごい炭酸水みたいな。カクテルみたいに振って、いらっしゃいませ、こんばんは、今宵のカクテルはいかがなさいましょう。入ります、残像だ、残像だ。
シュワーって音してますめっちゃシュワー。シャンパン入ります。シャンパンシャンパン。ララ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 ラ。これは1分です。1分1分はすぐ。よし、1分経過した。これはこっちが乳酸菌。はあ、首つがつかん。はあ、首つついた。こっちがなんとかなんとかで、こっちが乳酸カルシウムです。すぐ透明になるね。こっちは水少なすぎたんかな。ほら、なるほど。これであとはこっちの、こっちが30分過ぎるのを待ちます。これがね、透明になればよしです。量でわかる。確かに量でわかるわ。はい、そんな感じですね。ま、準備はもうできたのでね。よし、じゃああとは待つだけですね。もうワンチャンもう間に合わなかったらそのまま行きます。たとえこれが透明になってなかろうがそのまま入れます。なんとしてでもつまめる水を作ります。水をつまめる水を作れないじゃなく作ります。作らせます。つまめる水、これです。チッ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 。うん、まあいいや。パーティーはパーティーしたいんすよ。でもね、本当にね、あの許してほしいの、シャンパンじゃないわ、大人のビールがね売ってなくてね、アマゾンで頼まなきゃいけないんですけどね。私アマゾンで買いたいものがいっぱいありすぎてね、ちょっとまとめて買おうと思ってて、うん、でね、まあ近々買いたいと思うんですけどね。まあまあまあ8月15までにはパーティーをしたいなと思ってます。じゃんけん大会ツイッター上がった。お、ツイッター上がりましたか。出場します。公式ですね、公式的に出場します。リツイート拡散お願いよろしく申し上げます。そう、通販好きやねん、いろいろと買いたくてね。ちょっと大人の夏休み変えよう、大人の科学工場にしよう。あのなんかあるじゃないですか、子どものなんか相談するやつみたいな、ああいう感じにしよう。科学研究所にしよう。科学研究、よし。皆さんからの相談受け付けております。なんかありますよね、子どもの相談、そう、子ども相談室そう、伝じろう先生的なあれです。私は理系ではない、もういいんじゃないかなって思ったり思わなかったりするんですけども、どうでしょう。透明に見えんこともない。濁ってますか。こんばんは、はじめまして。どうもはじめまして、こんばんは。うん、徐々に透明になってきてないですね、全然。水をつまみたいよ、水をつまみたいよ。なかなかね。元 D さんの子 NMB6 期入ったね。え、え、
誰、どの子だろう。最近 Wi-Fi っていうかネット環境につなげれてなくて全然。誰だろう、新潟受かってない子で元ドラさん、何人いるだろう、何人、10、あと6、7人ぐらいいるかな。誰だろう。4日夜公演見に行く、ありがとうございます。あ、候補生の子か、なるほど、なるほどね。あー36分になっちゃった。36分か。行ってしまうか。行きましょう、やりましょう。もう私は我慢ができんのじゃ。まずは A 水をレンゲに注ぐ。まず A がどっちだったかも忘れちゃってるな。 A 水がアルギン酸水の方だ。まずは、一応ね、まず そもそもこっちなんてもう水でやってないからね。イロハスのメロン味でやってるから大丈夫なのかどうなのか。まずはこちらのアルギンなんとかをレンゲにやります。お、見ましたか今、めっちゃトロトロしてましたよ。もういっぱいだから入れないんだけど、見ててください、トロー。わかります、水じゃないの見えました。でこれをさっきのね1分だけ振った方にゆっくりつけます。つけようとしたんだけど浅くてつからない。ちょっと待って、いろいろとしんどい。つけます。しゃーで、何秒、何秒つけるの見えない。何秒つけるのかと言いますと、10秒待って、10秒経ったやんけ。エースにはゆっくりボールに落とし、あ、10秒経ったのでここの、はあ、まあいいでしょう。はい、ここから 2,3 分つけ置きします。つけておく時間が長ければ長いほど硬くなりますらしいです。うん、 2,3 分ですね、待ちます。気が待ちます。何個か作っておきましょうか。いっぱい作っとこう。これを見てほしい、このすごくないですか。いい、残り20分、いける、いける、いける、あと 2,3 分。少し飲んでみたら死んじゃいますね、私、化学物質。すごいんですよこれ、ちょっとね見てほしいんですけど、もう水が固まってる感が伝わってくるんですよね、マジで見てほしい。よいしょ、すごいよ。私は純粋に化学を研究してようとしてるだけなのに。
純粋に夏休みの自由研究をやろうとしてるだけなのに、みんなが下ネタ下ネタって言ってくるのに、なんでそんなこと言うの。私はただ染める水を楽しみたいと思ってコンビニで買おうって思って買ったのに、そんな言われるなんて思わなかったよ。これがつまみたかっただけなのに、ただ私は水をつまもうとしてただけなのに、水がつまみなかっただけなのに、ガチおこガチおこ、2,3 分経ったら教えてください。ちくしょうちくしょうめ、こういう時は心がすさんだ夜はね、流れ星の中平さんの一発ギャグをね思い出すんですよ。そしたら心が安らぐから、肉まん、あまん、耳があったかい、これをね思い出すと心が安らぐんですよ。ラメマン、ハーフ&ハーフ、パン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 てん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 すくい上げたら水につけるんですよ、普通の水道水にね。こっち普通の水道水だったかな、水道水か、はい、つけます。そしたら5秒間浸せば出来上がり。1,2,3,4,5。お、つまめる水、水がつまめてます。ほら、はあ、お水つまめてます。ちょっと垂れてるけど、なんかなんか垂れてるけど、お水がつまめてます。見てください、水がつまめてます。ちょっと待って待って、このここだけちょん切ろう、この液体との境目を、ちょっと肛門すごいです。見てください、お水が、見てください、え、違う、ここ触る、水、ここ水、水、本当に、え、なんだろう、え、破けた、あ、メロンの匂いがする、ああ、これはでも成功じゃないですね。これのね応用編としてね、なんかラメを混ぜるといいらしいんですよ。なんかラメがあって、ここにねキラキラの、これをね混ぜるとキラキラのお水ができるらしいんですよ。それをやりたくてですね、まずね、あ、ちょっと待ってください、もう一個作ってたんですけど、もう一個もちょっとやります。もう一個も水道水につけとこう。まずね、レンゲ注ぐじゃないですか。
ここにねお水をはーいっていっぱい注ぐじゃないですか。でねその後にねこのねキラキラのラメをねここにね粉が入ってるわけですよ、赤いねラメマン。でここにね粉を入れるわけです。でもね入らないんですよこの粉がね、なかなか入らないですよね。どうしたらいいですかね、なか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 。軽くね、軽くだったら入るんですけど、なかなか。おっと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 、こういう感じにキラキラにさせていきたいわけですよ。うん、で、つけますね。しんどい、しんどばっと、しんどばっと。成功、こっちの方成功してる。見てください見てください。え、これもう一個作ったやつ、つまめる水。くまさんありがとうございます。見て見て見て、水すごくないですか。つまめる水できた。頭弱視みたいになっちゃった。これこれ全く一緒。すごくない、これやばいよ。水触るとなんか水風船みたい。え、水できちゃった。私この子に名前つけよう。お前はせやな。見て水の玉、水見て水の玉、玉ちゃんお玉、この子玉、たまちゃん。こっちがお母さんのおたまじゃくし。え、あ、あ、これはおたまちゃん。これ誰かに見せてあげたい。え、何これ、すごいすごいね。なんか潰してみたいけど、潰したら私の手に化学物質がたくさんつくから潰さないけど、すごい柔らかいまあ置いとこう、これはここに置いとこう。そしてですね、キラキラの方がねもうすでに失敗 してましてね、キラキラはね失敗かな。ちょっとやるだけやってみよう。楽しいですね、科学って楽しいね。キラキラはね、なんだろう、あんまりキラキラしない、なんかねこういう感じ、見えないな、なんか赤い、こういう感じなんですよ。でかつ固まったのがちょっとしかなくって、ね、キラキラはねちょっと柔らかすぎてね全然。わかるかな、ここちょっとわかるかな、見えないな、キラキラ感が伝わらない。若干キラキラしてるんですよねこの中が。でもまだ固まってないからちょっともう一回つけとこう。よいしょあたしの手が化学薬品だらけ。手洗います。いやこれはいいね、これはいい、いいよすごくないですか、これすごくない、これこれちょっと明日メールに載せよう。今見れてない人のためにも、おたまじゃくしのたまちゃん、水なんですよこれ。
くないですか。これがねたった500円ですよ。作り終わった後の溶液を放置するとカビが発生する。やばいやばい。排水口に流すとパイプが詰まる場合がある。じゃあどこに流せって言うんですか。まあいいや、後で。アルギン酸水と乳酸カルシウム水は別のところに流してください。注文多いな。めっちゃ注文多いね。化学物質だから化学物質やから。これ箱行きか。でも信玄餅とかはあれらしい。さっきコメントで信玄餅あったから言いますけど、なんか飛行機に持ち込もうとするとなんかダメらしいです。あれは液体らしいですよ。液体扱いされるらしいです。だから多分こういう感じなんでしょうね、信玄餅も。いやよくわかんないですけど僕たちは振動マットだ。立ち向かえる波の彼方、つなぐ家こぎ出せよ。どこかにある大陸目指すよ。夢を見る振動マットだ。お前らがしんどいんだよ。お前らがしんどいから振動マット歌ってんだよ、こっちは。あん？ヤンキー炸裂するぞ。僕たちは振動マットだ。立ち向かえやら波の彼方。怖いものなんて何もない、希望の光探せ。完成いたしました。はい、今回はこういう感じで大人の科学げ科学実験工場をやっております。皆さんもぜひ子供のように童心に帰ってつまめる水を作ってみてはいかがでしょうか。水を作ってみてはいかがでしょうか。これ何？これ水なんですよ。これつまめる水、すごくないですか。陰キャのヤンキー、誰が陰キャや誰が陰なキャラや。私はパーリーピーポーです。私はパーリーピーポーだぜ。おきちゃんはパーリーピーポーだぜ。ちょっとそうでもないんだぜ。パーリーピーポーなんだぜ。ワイルドだろ。誰がイキリや、やめてくださいよ誰がイキリや。はい、そんな感じで、うん、スギちゃんならぬオキちゃんですね。オギちゃんかな。もうねコメント欄がね、もうあれ今日コンタクトしてないから余計もう 何を書いてるのか全く見えない。流れが早いんですね今日は。まあそれだけ皆さんね夏休みを満喫したかったんでしょうね。はい、じゃあそろそろ壇上を読みたいと思います。よし、じゃあ行くぜ。13位鳥だーさん。お前は犬だ。鳥じゃなくて犬だ。そのアバターは鳥だーさんです。12位ヤスさん、ありがとうございます。ジチジロさん、ありがとうございます。ジーがナナシマルさん、ありがとうございます。そして、9位がですね、ぷっくんさんですね、ありがとうございます。8位がパパパパンダさん、ありがとうございます。そして7位がトトさん、ありがとうございます。そして6位がギフーのスガさん、ありがとうございます。で5位がミニビンさん、ありがとうございます。4位がプーピーさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。ののしり始めたの違いますよ。アバターが犬だったけど鳥だって書いてるから、いやお前は犬だって言ったんですよ
して3位が武弘さん、ありがとうございます。2位がホフマンさん、ありがとうございます。1位ルーキーさん、ありがとうございます。センキューです。今日の私のハイライトは繋げる水を作れたことです。すごいね、水つまめれるんですね。なんて言うんだろう、一時期流行った何でしたっけ、ハンドなんとかみたいな、ハンドスピナーみたいな、そういう感じ。癒し癒されてます。どうやって処分するの、ゴミ箱かな、まあまあ説明書に従って捨てますけどもさ、捨てるけどもさ。キラキラね、お、キラキラ割とでかいのができたかもしれない。見てください、キラキラバージョンです。これがなかなか伝わらないですね、キラキラが。でもね、見てください、よく見たら赤いキラキラが入ってるんですよ。ほらほらほら、ここここここほら、中にキラキラのラメがね入ってるんですね、よく見たらね。実はねキラキラしてるんですよね、ほら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 、あ、見やすいね、キラキラしてるんですよ、ほら、わずかにね。デロデロデロンってなるのは何なんですかね。あ、水の玉だ。これお水のアクセサリーとか作れそうですね、真珠みたいな。ほら、いくらみたい。さよなら。手シワシワになってない、いや、シワシワじゃなくて残りのなんかこうベトベトのやつがついてます。まあ後で洗いますわ。はい、ありがとうございました。じゃあ今日のね作った作品たちを見せてね終わりたいと思います。まあ今日はねお水をいっぱい作りましたとさ、はい、こんな感じです。ありがとうございました。から顔が出てきたら怖いなと思いながら今見てた。ジデン。はい。じゃあまあこれはまた置いとこう。うん。はい。明日やろうかな。今日終わっちゃったからな。やらないかもしれないです。明日の朝はね。夜はやるかも。ってことで。予約ね、あのつけたままだから消しときます、朝7時の予約は。はい、そんな感じで終わりたいと思います。バーイ。もう水だらけだし粉だらけだし本当に最悪だな今日は。朝やっぱりやめます、夜やります。うん、夜やります。本当はねできなかったらやろうと思ってんだけど、作れたからいいや。じゃあまあそういうわけで、はい、皆さんおやすみなさいまし。